こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はまあいろいろ質問をいただきまして、シャッフルの時のフィルインのバリエーションがあまりできませんみたいな話ですね。こういった、フィルインにまあ大体落ちちゃうじゃないですか。なのでワン、ツイズントシーラブリーとかね、まあ、ジャズでもよくやる曲だし、シャッフルっていうとフィルインがこう3連から抜け出せないみたいな感じの人がすごく多いと思うんです。まあ、実際ですね、演奏しててそんなバリエーションよりかは、今場の空気を見て、いやテンションがこう上がってきたからここでフィルイン入れてこう盛り上げてあげようとか、そういったこう何を入れるかよりもどこに入れるかの方が大事だったりするので、そんなバリエーションがなくてもいいんですけど、考え方としてこうやって考えていただければと。2拍3連で考えますね。で、2拍3連をこう、まあ、は四分音符じゃなくていいので、例えば2分音符でもいいので、こう3連まずベーシックと1番ね、ベーシック2番、このようにね、ベーシック1番、ベーシック2番、ベーシック3番というふうにやったんですけど、要は何がわかるかというと、ここ全部右手でいくと、この合間を左手で埋めていくって感じね。そうすると2つ埋めると4番、5番は6番、まあ6連で考えてもいいんですけど、こう3連符の間に左手を埋めていくって感じ。そうすると5番のこの発想、これってこう書き直すとこうなるわけですよ。で、こんな発想って多分頭の中にフィルインで出てこないと思うんですね。ましては右左右右で終わって、で、右左なんかタカタンタカ、こういうのってこっち側からの発想ではあんまなんか出てこなくて、こういう発想で出てきてるんだと思うんですね。なので、例えば、まあ、ジャズで僕はよくジャズとか、例えば僕がよく使うフィルインというのはこのフィルインなんですけど、これも考え方で考えると、この6番を使ってるって考えるわけですよ。なのでまあこれをスネアでやったり、ここの最初の音をタムに移動すると、やりやすいですよね。あとは2つずつに分けこういうバリエーションがいろいろできますよね。だからのでこういう風な動き、これもだから3連符で考えているというか、2拍3連のうちのこういう風に考えているとなんか発展させやすい。で、これは牧原さんのね、牧原紀之さんの曲の、ある某曲を、フィルインを取ってみたらこうだったんです。これこういう上手だなと思って、こうやって6番と3番を使って、トンタタタタタントンタタって、こういうふうに使ってる。要はこうやって考えると、ここなんか特に考えづらいじゃないですか。なのでこういうふうに考えて感じてるっていうふうに考えると、要は右手でリードして、からリードしていって2拍3連でリードしていけば、めちゃくちゃこういうフィルイン作りやすいのね。で、こうジャズ的だとここはハイハットで、まあ発展させやすいですよね。だからワンツースリーワンツースリーで考えて、右手をリードして左手を自由に入れたり抜いたりしていくと、シャッフルのフィルインっていうのはもうちょっとこういろいろバリエーションつけれるんじゃないかなっていうふうに考えています。なので、3連符に陥っちゃう方、こういう3連符ばっかりに陥っちゃう方は、1回2拍3連でこういう練習してみると、これ6種類しかないんで全部埋めると、これになっちゃうね。
だから、203年からの発展で考えると、まあ、要は203年も入れると全部で7種類あるので、この7種類を組み合わせて練習してみるとめちゃくちゃいろいろできると思います。ぜひ練習してみてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。